インスズエツは、韓国の検察官、政治家、同国元検察総長。名前の正しい発音は、ソギョルであるが、本人は小さい頃からずっと、ソンニョルと呼ばれてきたことから、メディアにも、この発音で呼ぶよう要請している。1960年12月18日、ソウル特別市西大門文句のべき道を生まれ、父は、四世代学校の出身であり、 同校で統計学教授を務め、日本の一橋大学への留学経験もある。1979年、ソウル大学広法学科に入学。同期同僧であるムン・ワンベ弁護士は、在学中の友人とよく打ち解け活発し、特に義理がある友人だったと記憶している。院は、大学在学中の1980年の公衆事件における流血を伴う陣圧と関連した。 模擬裁判に、検事役で参加し、弾圧を行った、前都間大統領に死刑を休刑した。当時の状況では、模擬裁判でも、死刑を休刑するのは容易ではなかった。インスズエツは、この模擬裁判の後しばらくの間、カンボンドに逃げた。1980年と1981年の二度兵役を延期したが、1982年に、兵役免除処分を受けた。 ソウル大学校4年生の時に、司法試験一次試験に合格したが、二次で不合格となる。9年間不合格の後、1991年第33回司法試験に合格。司法浪人の原因は定かでないが、全都間も擬裁判が影響したとみなされている。そのため、他の司法研修院の同期よりも年齢が高かった。司法研修院23期終了後、 1994年に、検事に任用。水原地方検察庁理収市長長として勤務中、2013年4月から、国家情報院の世論捜査事件特別、捜査チーム長として活動しながら、検察首脳部の反対にもかかわらず、国家情報院欧州捜索を断行し、従業員を逮捕したため、1ヶ月の停職処分を受けた。その後、 最純実ゲート事件の特別検事の特別捜査チーム長を務め現場に復帰。2017年5月19日、ムンジェイン政権からソウル中央地検庁に任命された。2019年6月17日、ムンジェイン大統領によって検察改革を期待して検察総長候補者として指名された。大統領は指名時に大統領府でも政権与党でも 権力に不正があれば厳正に捜査せよと訓示を行っている。しかし、総国前法章の基礎をきっかけに、ムンジェイン政権と対立するようになり、後任の秋、未来法相は、検察幹部を総入れ替えし、捜査を指揮してきた幹部は、富山やチェジュ島などの地権に移動させ、代わりに、ムンジェイン大統領に近い人物らを配置し、韓国神は大虐殺人事と報じた。 秋、宮井法務部長官は、4ヶ月で3回もの捜査指揮権を発動し、イン陰鈴越検察総長を、事件の捜査から手を引かせている。2020年11月25日、秋、宮井法務部長官は、複数の不正の疑いを確認したとして、県政史上、初めてイン陰鈴越検事総長の職務執行停止を命令したと発表した。陰は、 疑惑は事実と異なるもので、検証の過程で説明する機会が与えられなかったとし、職務停止命令の執行停止をソウル行政裁判所に申し立て、また取り消しを求める訴訟を起こした。12月1日、ソウル行政裁判所は、同月30日までの職務停止の効力の一時、停止する決定を下した。12月16日、法務部の懲戒委員会は、 インスズエツを2ヶ月の停職処分としたが、インは手続きを不当と主張し、再度停職処分の停止をソウル行政裁判所に申し立てた。裁判所は12月24日に、イン側の主張を認める判断を下し、職務に復帰した。2021年3月4日、辞任を表明した。2021年6月、次期大統領選挙に近づくにつれ、インスズエツが、 出馬表明していない段階の支持率調査でも、野党系候補の中でトップに立つなど注目を浴びる存在となった。2021年6月9日、初の公開活動として、高日独立運動家、理解、栄の記念館の開会式に出席した。2021年6月10日、高位公職者犯罪捜査どころが、4日、職権乱用権利行使妨害などの疑いで、 正式立憲し、捜査中ということが明らかになった。2021年6月29日、次期大統領選挙への出馬を、イ・ウン・ホーキツ記念館にて公式に宣言し、同時に日韓関係改善への意欲を示した。7月30日には保守系の最大野党、国民の力に入党した。AB https://www.hanokilbo.com k スラッシュニューススラッシュリードスラッシュに0 1 9 0 6 2 3 1 0 8 1 7 7 7 3 1 8 8 a b 検事総長にソウル中央地検庁指名例の起用イコール文大統領連合ニュース https mjpvina cokr U、AGP2K190 兆6170億100万882、セクションイコールサーチ2020年2月4日閲覧。ユンソクヨール検察総長の経歴がすごい。チョグクは、大学後輩だった。タツインフォロング2019年9月9日。k g 新聞。 http://m.weekly.carn.co.kr/.view.html co. メド、id="weekly and, atet="201 兆6021億6145万 3131&, code="1152020 年2月4日閲覧」。韓国情勢、佐波県事を県事総長にした、文在寅大統領にしようかちから。 中央日報、2021年6月24日閲覧。韓国大統領選に前検事総長が出馬宣言、半文ンンイン勢力結集。産経新聞、2021年6月29日閲覧。韓国大統領選に立候補表明の前、検事総長最大野党に入党。NHK、2021年7月30日、閲覧。 ありがとうございます。